防衛省は事実上空母化する海上自衛隊最大級の護衛艦いずもでアメリカ軍の最新鋭ステルス戦闘機 F-35B の発着訓練を行ったと発表しました。海上自衛隊の護衛艦に F-35B が離着陸するのは今回が初めてです。いずもは短い滑走路で離陸可能な F-35B を運用できるよう空母化に向けて甲板の耐熱性を向上させる改修を今年6月に終えています。3日は四国沖において離着陸に支障がないか改修結果を検証し問題ないことが確認されたということです。自衛隊は現在 F-35B を保有していませんが2023年度までに18機導入する予定です。岸防衛大臣は日米の緊密な協力を示すものと述べ訓練の意義を強調しました。